切り札。ツクヨミとアマテラス、二つの能力を開眼したときにこの目に宿ったもう一つの術だ。サスケ、隠している術があるのだ。出し惜しみしなくていいぞ。ちくしょう、どうすれば。さあ、お前の目をいただくとしようか。俺に勝つつもり。ここからが本番だ。くそ、任務開始。お雨のおはまり。さあどうする。なんなんだあの術は。どうやって倒せば。お前に勝ち目はない。どうする。くそ、一体どうすればあいつに勝てる。雨のおはまり。何をやっても無駄だ。草能の能力の前では全てが無に等しい。雨のおはまり。全ての攻撃が弾き返される。サスケ、お前の術はさっきので終わりか。くそ、どうすれば。雨のおはまり。サノーに策など聞かない。それを教えてやる。雨のおはまり。うせろ。サノーの防御は鉄壁。お前の攻撃分だが、あの術、相当のリスク。確実にイタチの体力はすり減っている。このまま時間を稼ぐことができれば、奴は。雨の幅切り、失せる。無駄だと言ったはず。これがイタチの力なのか。雨のお幅り、失せる。アマテラス、絶望の刻影だ。絶望するがいい。愚かな弟よ。くらえ、さあ、カトン、高火球の術。無駄だと言ったはずだ。諦めろ。実力の差は見ての通りだ。雨の幅切り。雨のお幅り。さあ、どうする。そりゃ雨のおはまり。さあ、どうする。アマテラス、絶望の刻影だ。これがイタチの力なのか。カトン、高火球の術。取りなよ。無駄だと言ったはずだ。雨のおはばり。サノを出した以上、俺に負けはない。アマテラス、絶望の刻影だ。俺もサスケ。今度こそ終わった。任務達成。今のうちにイタチを。くそ、体が。
私が力を貸してあげる。私が必要なんでしょう、サスケ君。さあ。出るものだ、出たな。これよ、これを待ってたのよ。あなたのおかげでサスケ君とチャクラが消えてくれた。これを機に、あの子の体は私がいただく。剣はまさかの命、あなたが隠し物。仕上げだ、サスケ。これでお前の目は俺のものだ。ゆっくりといただくと。くそ、どうすれば。俺の目だ。俺の。手当てはしておいた。一度会ったな。前は敵としてだが、デイダラのことなら気にしなくていい。俺はお前の敵じゃ。俺はお前にあることを伝えるためにここ。あること。そう、ウチハイタチについてだ。そうだな。まずは自己紹介からして。俺はお前と同じウチハイ一族の生き残りである。ウチハイタチの真実を知る者だ。イタチがお前に仕込んだアマテラスだ。さすがイタチだ。死んでもなお驚かされる。ここまでの手を打っておく。何を言ってる。
何が言いたい？わからないのか？お前を守るためだよ。守るだと？あいつは俺の敵だ。父さんと母さんを殺し、お前は兄のことを知っているようで何？うるせえ！お前にイタチの何がわかる？イタチから聞いてるだろう。あの夜の協力者のこと。そうだ、俺が。お前は兄内葉イタチの生きざ真実だと？今さらあいつに死あいつはイタチは俺と戦い、俺をこれ、それに一族を滅ぼしたのは紛れもない事実だ。だがそれが木ノ葉から下された任務だったとしたら、あの夜イタチは己を殺し任務。どういうことだ？あいつは、イタチは犠牲になったのだ。犠牲？この葉がくれ。今では大層な里になっているが、そもそもはいくつもの一族が、この葉創設当時こそ我らは他の一族と共に里の中心として初代火影の座を奪い損ねてからは、徐々に内葉のリーダーであった俺はそのことに絶望し、やがて里、俺が離れた後の内葉はさらに力を失い続け、そしてそれに気づいた内葉一族は、とある計画。お前の父をリーダーとした木ノ葉の乗っ取り、いわゆるクーデターだ。内葉一族がクーデターだと？だがそれに感づいた木ノ葉上層部は、内葉に一人のスパイを、それがお前の兄、内葉イタチだ。内葉と木ノ葉、どちらを取ればいいの？最終的には木ノ葉隠れを取ったがな。なぜだ？なぜイタチは内葉を裏切る？幼くして第三次忍海大戦を経験したイタチは、何を、里の上層部はイタチのその心を利用し、内葉一族全員の抹殺だ。その時のイタチの心情はどのようなものだったか、それは普通に考えれば同胞に手をかけることなどで、だが内葉のクーデターを許せば里は崩壊し、それこそ第四次忍海大戦の引き金になりかねない。だからイタチは選択したのだ。イタチはその任務を全うした。ただ一つの失敗を除いて、いかに心を閉ざし修羅と化したイタチでも、ただ一人弟。その後イタチはお前を守るよう三代目に嘆願し、他の上層部にはサスケに手を出さぬよう脅しをかけ、佐藤もお前のことが何より心配だったのだ。そんなわけ。事実だ。嘘だ！現に俺は何度も殺されかけた。イタチが本気ならそうなっていただろうな。それに
イタチにはお前を追い込まなければならない理由が。まさか。あれは全てイタチの仕組んだ戦いだった。お前を樹院から、そしてお前に倒されることで仕立て上げようとしたんだ。お前をウチア一族の仇を。信じられるか。あいつは、イタチは悪だ。一族を滅ぼし暁に染まった犯罪者だ。暁に入ったこともイタチの計画のうちだ。里への危険組織を内側から監視するためにな。一族を裏切り里を抜けたとしても、イタチの心は木の葉と。嘘だ。そんなことがあってた。嘘ではない。お前のことを何より。やめろ。そんなものすべて。なぜならお前は生きている。イタチは友を殺し、上司を殺し、恋人を殺し、だが殺せなかった。血の涙を流しながら感情を一切殺して、里のために同胞を殺しまくった。どうしてもお前だけは殺せなかった。その意味がお前には。あいつにとってお前の命は里よりも重い。あいつは己のことよりも最愛の弟であるお前の名誉の代償に汚名を、愛の代償に憎しみを受け取り、弟のお前に内葉の名を託し、お前をずっと騙し続け。兄さん、今日は俺の手裏剣術を見てくれるんだろ？いや、明日ちょっと重要な任務があって、その準備をしなきゃいけない。なんだよ、兄さんの嘘つき。許せ、サスケ。また今度だ。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。お前の越えるべき壁として、俺はお前と共にありつつ、たとえ恨まれようともな。それが兄貴ってもんだ。サスケ、俺の目だ。俺の。許せ、サスケ。これで最後だ。我らは蛇を脱した。これより我ら正体は名を鷹と改め、鷹の目的はただ一つ。我々は、この葉を潰す。鷹が鳴いた。虚空にただ一度。ピッ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 。
悲しい声だった。虚しい声だった。そして、怒りの声だった。滅びの一族を背負いし少年は、今、静かに狂人をかの地へ向けた。これより開けるは戦乱の幕、真実の復讐、過去への清算。行きし兄の無念を胸に、新たなる内葉佐助の物語は、ここより始まる。